はい、こうさん、こんにちは。覆面 YouTuber、タカです。気になる男第14話始まりました。さて、今回はお金を稼ぎ続けれなくなった時の罪についてというテーマで進めさせてください。よろしくお願いします。この動画は顔出しもせずにスライド動画を通して久保さんとのやりとりをすることで、タカ自身の内面をより掘り下げる動画をお届けしています。この動画を見ると、覆面 YouTuber として活動しているタカという人間が何を考えて生きているのか、久保さんがそんなに気にするような男なのか、様々な角度から理解することができます。どうぞ最後までお付き合いしていただけると嬉しいです。では早速行ってみましょう。ということで、久保さん、前回の最後に謎かけをしてくれたと思うんですね。久保さんが僕に対して、どんなことを気にしてると思いますかと考えてみてください、との話があって、まあ、その絡みの中に、ここは大丈夫かな、ここは危ねえぞ、みたいなところ、気をつけなければならないこと、気になっている、つまり気にしている部分、いわゆる懸念点ですね。ここをもっと掘り下げてくださいね、と言われましたが、実は前回の話を聞いて、もうここ危ねえぞっていう部分はピンポイントでいろいろと教えてもらった気がするんですね。なので、今回は久保さんが前回言ったことを3点、これを一つ一つ整理しながら順を追って話を進めさせてください。さあ、3つは何かと言いますと、この世界のこと、2番、稼ぎ続ける意味、3、死との関係性ということで、この3つで進めていきたいと思います。まず、この世界のことですね。この世界のこと、まずはお話ししてくれました。やることは簡単だけど、単純で簡単なことを抜けきれない人が多いと。やることは簡単だと。しかし、抜けきれないんだと。まあ、これ、まあ、こういうことかなと。やることを、見える人が見えない人が、見える人と見えない人がいると、お話しされてたと思うんですけども、見える見えないか、まあ、これって本当に深い部分で、その言葉言語化が難しいところなのかもしれないんですけれども、やることは単純だけど、その本質を見極める眼力があるか、これってやり続けなければ見えないところがあるんじゃないかなと思ってて、だからこそ長く続けることによってようやく分かってくるところ、まあ、そもそも素養とかもあるかもしれないんですけど、本質をしっかりと見極める。本質って何かっていうと、まあ、お客さんのことをしっかり見ることができるかとか、お金を作るにはもう売って商品を作ってセールスするしかないとか、まあ、そういうところだけじゃなく、もっとこの深いところっていうのが見える人になれば、その部類に入れればやることが明確になるということをおっしゃっていただいたかなとは思うんです。そして、この世界に入ってすぐにですね、50万100万儲かりましたと、最初にもうちょっとした成功体験をしてしまった、まあ、してしまったことがゆえに、こう間違った成功体験になる可能性があるんだと。新しく出てきた人は売れやすい。これは黄金の手法を探すノウハウコレクターがもう存在するからなんだと。だ初めてこの世界に入ってきて、売れた売れた、やった、すごいなぞ、いけるぞと思った。でも、それは、実はそういう類の人が好きだということで、やはり単純に稼ぐっていう思考だけじゃダメで、稼ぐじゃなくて稼ぎ続ける思考が必要なんだよというところを言ってくれたんじゃないかなと思うんですね。毎月コンスタントに100万円以上利益を上げる。これが目標ではなくて、これがスタート地点なんだということも言っていただけたかなと。難しいように見えるけど、これができないと、ずっとずっと75歳まで同じことを続けることになってしまうと。コンテンツを作ったりだとか、情報発信をしたりだとか、儲かるネタを探したりだとか、こういうことをやり続けると、まあ、今月の売上は上がったんだけど、来月はどうなりますかと。アクセスを集め続けなければ、新規獲得をしないと、もうひたすらリピーターに、売り続けなければいけないと。でも、それには限度があると。リピーターだって、財布の事情もあるということがあって、こんなサイクルをぐる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 回してしまうと、本当に、前回サムネの話も引用されていて、こちらですね、根を張って枝を
茂らせ、実をつける。樹木の木のようにどんどん育って実をつける可能性があるんだけれども、その反面、最初の成功体験が間違った成功体験になっていくと、せっかくうまくいったのだけれども、これはその、これをその続けることによって、うまくいかないことになってしまったり、その成功体験というのを本当にうまく使っていかないと、この情報発信という世界では、まあ、うまく生き抜けないんじゃないかというところを言っていただけたのかなと思ってて、その、視聴者さんが、まあ、どんなところに迷い、どんなところに困り、どんなところにつまずいているのかというところをしっかり、感じ取って、分析していく力っていうのが必要だろうと。そして、このビジネスというのは公式であるということも教えていただいたかなと。そして、その公式をきちんと守れば、大きくぶれることなく、売り上げを無事に着地することができるんだと。つまり、しっかり公式を守れば、売り上げは上がるんだと。ここをしっかり分かってほしいっていうことを言ってくれたんじゃないかなと思ってて。つまり、その、突飛なことを別にする必要はなくて、ちゃんと公式というものを学んで、そして、その公式通りやれば、しっかりと売り上げは上がるんだよ、ということを言っていただいたと。いうことで、まあ、しっかりね、それを感覚的に使いましょうと、しっかり感覚的につかめた、暁には、参入障壁、障壁というのを超えて、安泰というところにたどり着くと。まあ、これは楽になるということじゃなくて、そしてそこからより仕事に、仕事やミッションに集中できると、そういう環境に、足を踏み入れるっていうことが本当に大事だよっていうことを伝えてくれたし、そこが自分がまあ、足りてないというか、そこまでに行かないと、非常に危なかしいということなんじゃないかなと思ったりもいたしました。そして2番ですね。稼ぎ続ける意味。ここからは僕にとって一番学ばないといけないところであり、より大事なとこなのかなと思うんですけど、この稼ぐということについてより深く認識を変えることが、とても僕にとって重要になってくると考えているし、ここが非常に足りない部分。そして、久保さんが危なかしいなと気になる部分。だからこそ、久保さんがこうやって話してくれてる。ここに焦点を当てて話してくれてるんじゃないかと認識しております。いくら稼いだか、とか、そういうことも大事なんですけど、お金の考え方についての根幹の部分ですね。少し表現は違うかもしれないんですけど、マネーリテラシー的な、このマネーの、お金の考え方。つまり、社長という立場で見るお金の捉え方。今まで、自分が、その会社員、だったところもあり、やはりお金の勉強っていうのをほとんどしてなかった、からこそ、稼いだお金に無頓着だったと。だからこそ、これから自分を経営する、そして自分の会社を経営するっていうところをしっかりと考えて、お金の扱い方を学んでいく必要があると。これができてないと、結局いくら稼いだとしても、よろしくない結果になると。その中でも2点重要なお話をされていたんじゃないかなと思いました。2点。そして2点というのは、勘違いの部分があるんじゃないかとおっしゃっていただきました。勘違いその1ですね。自分で稼いだお金は全部自分のものだという勘違い。これは勘違いを大いにしておりましたし、そう思ってました。ただその最近ですね、やっぱり家族がいる場合は稼いだお金は家計のお金ということがすごく意識できるようになりましたね。本当にここはすごく意識できるようになって、家族の納得するような方向で、お金は使っていくべきだと。そして家族で納得していないメンバーがいるとしたら、これはね、家族にちゃんと許してもらう必要がありますよということも言っていただいたと。これに関しても、だいぶ私もですね、まあ自分も、学びまして、お金を使うとき、つまり資金を投入するときですね。まあ、商品を買うだったり、まあ、商品を買うとかそういうところですかね、大体。あとは、まあ、なんかツールにお金を使うときとかですかね。まあまあそういうところ。まあともかくですね、最近は妻に相談するようになりました、本当に。もうこれをしますと。だから本当にもう妻に、お金の管理というか、まあ、会計ですね。いわゆる会計業務をちょっとしてもらうことにしてます。本当に。じゃないと、自分がですね、ちょっと、やはり金銭感覚がおかしいもので、あって、まあ、そうですね。で、そこでまた、
ちょっとここから話が少し変わってくるんですけど、大久保さんとファーストコンタクトを取った時ですね、ご挨拶いたします、ご挨拶させてくださいと言ってメールをさせていただいたと思うんですけども、まあいろいろとその時にご相談に乗ってもらったと思うんですが、まあ自分の中ではこのままではちょっとまずいと思ったんですね。まあ正直、自分の資金繰りがもう思わしくないというところが、まあ妻から話があって、そろそろやばいと、そろそろまずいぞと。いうことで、なんか手を打たないと、まあ、まずいということで、まあ、いろいろ考えた結果、まあ、声をね、いろいろかけて、もう動かなきゃいけないと、動かなきゃいけないっていうところがあって、そうは考えて、久保さんとお話ししたもののですね、やはり、その久保さんの塾に入る余力はないと、今ないということは、重々感じていて、そこは感じていたものの、その、やはり自分の中で塾に入っていないものがですね、久保さんと親しくしてもいいのかと、これはちゃんと塾に入って筋を通すべきではないかというところを、まあ、自問自答を繰り返し、そして、最終的に妻に持っていきですね、おそらく久保さんの塾はこれぐらいお金がかかるだろうと、入った方がいいのか、しかし今は資金繰りが苦しいと、一体どうすればいいのかという話を妻に、持っていったところですね。塾に入ってって言われるまでは好意に甘えればと、まあ言ったんですね。で、自分の中では、そんなこといいのかなとは思ったんですけれども、やっぱり妻の方が要は一般的な、本当に一般的な常識な金銭感覚を持っていますし、いつ資金ショートを起こすのかも、もう大体妻は把握していると。で、そこで久保さんが言ってくれた一言ですね。塾生だからとか、そうじゃないとか、考えていないんだと、YouTube の可能性を私の塾生に広めてやってくださいということをお話ししていただいたと思います。この言葉は僕にとってとても救われた一言でもあり、まあ、やはりこういう考え方を自分もしたいと思っていたから、いたんですけども、まあ、今の自分はそういう余力は全然ないという状態だからこそ、まあ、この行為に、その、甘えるのではなく、恩義を返すと。まあ、ここで感じたのは、その、どのように恩義を返すかというところもあるんですけれども、その、お金を払うことだけが、その、義を通すというか、お金の関係で、その、人と結びつく、っていうんじゃないんだよってことを教えていただいたんじゃないかなと思ってて、この例としても、その、久保さんと吉谷さんが、一緒にお仕事するときも、その、契約とかは結んでないんだよということは言ってたと思います。まあ、ここでね、そのお金の使い方っていうことを深く学んだような気がします。そして、少し話は、ちょっと話は逸れてしまったんですけれども、家族がいる場合、稼いだお金は家計のお金ですね。稼いだお金。これを最近深く考えるようになったというところでございます。そして、勘違いその2ですね。勘違いその2、最低限の暮らしができればいいという自意識ですね。自意識。やはりこれは自分一人の思いだなと気づきました。まあ、これも確かにないと。確かにその妻はね、散財する方ではないんですけれども、まあ、最低限の暮らしをしたいとは全く思ってないですし、今ね、家族がいるからこそ稼ぎ続けなければいけないという、その、自分はね、その立場にいることを、まあ、改めて、認識したというか、まあ、娘もどんどん大きくなるわけですから、教育費だったり、そういうことを考えると、しっかりとやっぱ稼がなければいけないと、そして、僕が稼ぎ続けなければ、サポートもできなくなると、おは塾生さんですね。だから、その僕も塾を開いてから今年の2月ですよね。塾を開いてから障害サポートするということはもう決めていて、ね、障害サポートできなければ塾生さんが困るということは、少々、そのためにはやっぱり、僕は稼ぎ続けなければいけないと、こういうことをね、自分を追って考えると、やっぱり、塾生さんには、その、僕がサポートが不可能になった、余裕がなくなったということはですね、まあ許されないことだと。許されないことだと。それは自分の中で、少し、分かっていたつもりではいたんですけれども、やっぱりよく分かっていなかったと。分かっていたんだけど分かっていなかった。
そこがうまく、なんでしょう、言語化というか、なんか分かってたけど分かってなかった、っていうところはあって、だからこそ僕がね、稼ぎ続けなければいけない理由っていうのは、自分はね、最低限の暮らしでもいいと言ってるかもしれないけれど、一番、その家族が安定して平和に過ごせる暮らしを保つために、稼ぎ続けなければならないと。そして、熟成さんサポート、心が清らかな状態でしっかりとできること、この2点をしっかり持続できるためにも、稼ぎ続けなければいけないこと、これを久保さんが言いたかったことなんじゃないかなと思いますし、そこを、その話を前回学んだんじゃないかなと、学ばせていただいたんじゃないかなと思っています。そして3番、死との関係性ですね。死との関係性。確かに、いろんな人の話を聞いていくと、私はこの人とこの人を師匠として学んでるよと、この人とこの人から自分はいろいろ学んでるよみたいな話を確かに聞きました。そういえば聞きましたと。つまりこれっていうのは自分の丈に合わせて、自分の状態に合わせて、その時々に合わせて分けてるということなんだなと。つまり、この絶対に一人に絞らなければいけないという、自分はそう考えていた節がありまして。でも、そうじゃなくてもいいんだなという、その、自分の状態ですね。自分の適性だったり、自分の段階っていうのをよく見極めて、今自分に何が足りていないのか、しっかりと分析した上で、どんなコンサルがマッチしていいのか、どんな師匠との組み合わせがいいのか、はたまた、どんなゲストとの組み合わせがいいのか、これを自分の状態と照らし合わせながら、探りながら段階を経ていくっていうことが、成長の過程なんだと。つまり自分が成長する上では、変化してアップデートしていき続けること、アップデートすることが絶対条件なんだというところが、その自分の変化に合わせていきながら、柔軟に、対応しながら、探りながら動かないといけないと。久保さんが僕のことを気にしているのは、そういうこの情報の世界、この情報世界では、もうすさまじいスピードでいろんな情報が、動いていると。だからこそ、この柔軟な対応力を持つ必要があるっていうことが、やっぱり必要あるんだよっていうところを気にされてるんじゃないかなと。そして、何のためにお金を稼ぎ続ける必要があるのかと、稼ぎ続けるということをより深く考える必要があるんじゃないかという、ここの気づきの部分ですね。ここの気づきの部分を与えてくれたのではないかと感じております。お金を稼がなきゃいけない、稼がなきゃいけないということだけに思考停止するのではなく、なぜお金を稼ぎ続ける必要があるのかと、お金を稼ぎ続けなかった時の他者への配慮、そしてお金を稼ぎ続けられないことはもう許されないことなんだと、ここの認識を強い意志を持って感じ続ける必要があると、このように感じている次第であります。ということで、今回はこの辺で終わろうと思います。この3点、すごく身に染みた前回のお話だったと思います。ありがとうございました。